皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、僕の夏休み3実況プレイの8月15日やっていきます。お僕がすごいお兄さんみたい。元気よくいただきますって言えばいいんだよね。そうだよ。じゃあ行くよ。いただきます。いただきます。いいね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、僕レンガで橋を作ったよ。森の中へ。やめとけって言われたのに報告するのね。そうなんだ。じゃあ緑、奥の淵の方までまた一緒に探検してくる。うん、行く行く。お、今回乗り気だ。新しくできた橋のところに集合ね。うんうん。だいぶ好感度が上がったと見える。おばあちゃん家まで一緒に行ったんだけど、この子ってちょこっと頼りないんだわ。そうなんだ。言われちゃった。今度はしっかりしなくちゃね。男らしく名誉挽回するんだよ。おう。そうすると、まあ、緑ちゃんあんまり待たせても悪いので、まあ、日課もあるんですが、まあ、その後少し時間できるだろうからね。俳句も前回、100点満点叩き出しましたし、とりあえずツバメのチェックと子牛の餌やりやって、で今回こっちあれだ、こっちから入ろう。入れるよね、これね。ほら来た。で直接こいつに、ミルクをもらう。よし。もう一回ぐらい出るよね。うん、花子はとにかくね、1500ぐらいは出してくれるからね。ありがとう。すごいこの牛。で、最後はやっぱりお母さん。ちょっとぐらい出るよね。マッサージ。えい。おい。うん、いいね。このルートでやろう。はい、ミルクだよ。スペシャル牛脂肪はかなり一生懸命ミルクを飲んだ。よし。んで、この中に入ったミルクは自分で飲む。そりゃうめえだろうがよ。さ、ツバメは大丈夫かな。大丈夫だね。よし。もちろんです。さあ、なんだろう。今度はインドの料理、カレーライス。カニ玉丼って中華や。おじちゃんたち、この会話を聞いた。よし。そうす
と、一応水やりやだけやっとくか。お、おじいちゃん。水でパー。さすがだな。さすが。老兵は水をかけられたくらいではうろたえないか。よし、それじゃあ奥サバの方を探検に。これがあんたが作った橋？そうだよ、僕が直したんだ。なかなかいいじゃないよく崩れないな。さてと、森の中へ入ろっか。この森を抜けて坂をずんずんずんと登っていけば、ヒリヒリ岳の山頂へ行けるんだ。おお、ヒリヒリ岳？そうよ、この辺ではウーテー山の次に高い山なんだわ。今日は山のてっぺんまで行くの？無理無理、今日は森を抜けて桃の川の上の方にある奥の淵ってところを通って、最後に大神のおばあちゃん家の近くまで行くのさ。なるほど。途中おっかないところもあるけど、ちゃんと頑張ってくるんだよ。うんうん。あ、デートにならないように緑とは一緒に歩かないで少し遅れてついてくるのようん、分かった。気にするね。で、この辺の蝶々気になる。なんだ、匂いついてないけど。一文字蝶か。お前は小紫。小紫はそんな大将ないんだよな。何かいるかな。ミヤマか。やったね。ミヤマもうな、優秀なのいるんだけどね。その手前のなんだ、お前なんだ。竜ついた。え、どこにいんの。距離感がわかんない。しまった。何もいるな、何もいるな。今やめろ。よし。あれ、どこにいるの。あ、来た。ヒオード市長。ビッグサイズ。何かいるか。カブトムシに通用する冷凍のね、虫が欲しいんだけど、なかなか出ないんだよね。なるべく早い段階であいつ入手しとかないとさ、修行させられないからさ。お前どこにいるんだ。あれ、違う。あ、いい？やったね。蜜塗ってすぐ現れる。あ、なんか跳ねてた今。あれ？開いた。エゾツユムシ。へえ。とこは原生林っていうのさ。どういう意味？確か人が一度も触ってないっていう意味だよ。触っちゃったよじゃあ次へ行くよ、バイバイ。まあ手を加えてないって言った方がいいのかな触っちゃったあの手前の蝶々なんか綺麗だな。やっと来た。ずいぶん時間がかかったわね。そうかな。こんなところに女の子が一人でいるなんておっかないんだから。山の中で熊に出会ったことあるの？あるわけないっしょあれ、北海道の人はみんな熊に会ったことがあるんじゃないの？あったら死んじゃうかもしれないんだから。そんなことめったにないよ。そうなんだ。でも山の中で切り株とか大きな岩の塊を見て熊だと思ってびっくりすることはあるよ。じゃあ次へ行くよ、ちゃんとついてきてね、バイバイ。あ、入虫マークがつかない。なんか捕まえた。カラフトキリギリス、こいつも捕まえたんだよね。
不弱鳥。うわあ、すごいところだね。うん、ここが奥の淵。この下が桃の川なんだわ。この橋ちょっとおっかないよね。どうしよう。お先にどうぞ。ねえ、みどりちゃん、僕が先に行ってもその後一人で渡ってこれる？わかんない。じゃあ僕と一緒に渡ろ。僕くんはおっかなくないの？怖いけど、おじちゃんおばちゃんがしっかりしろって言ったから、今回はちょっと頑張ってみるんだ。かっこいい。よし、行こう。やっぱりおっかないよ。僕もやった。おっかなかったけどちゃんとできたね。うんうん、これでもうバッチリだ。あ、でも何？一緒に渡っちゃったからデートになっちゃったね。うん、そうだね。じゃあこれは二人だけの秘密にしよう。うん、そうしよう。じゃあ約束だよ。いいゲーマン指切った。はい。あ、降りられない。ねえ、このままじゃおばあちゃん家の方へ行けないよ。へへ、こんなのへっちゃらさ。はい、どうすんの？まさか。すっごい、ちょこっと見直しちゃった。なるほどね。うまいもんだな。でもちょこっとだよ。さてと、今日のデートはこれでおしまい。あ、ここからは一人で帰れるよね。どうだろう。大丈夫よ、なんとかなるでしょ。じゃあね。意外に楽しかった。意外に。バイバイ。意外にって、さてどうしたのかなと。深山か。深山なんか最近よく取れるな。5匹も取っちゃった。いやー、問題はだねー、あのカブトムシの冷凍に対抗できる虫、今もう俺その頭でいっぱい。きっとここにね、何かしらランダムで出ると思うんだけどね。おおお、なんかいた。よし、銀一文字せせり。銀一文字せせり、これどうだろう。これも星マークついたぞ。今日もらっとこう。お前はなんだ。大名せせりか。でガツンとくるような、そんな蝶々はいないかね。何？お前か。やったね。やっぱなんか塗ってからすぐだけど、なんかなぜか効果出始めてる。トラフシジミ。夕方とかちょっと時間帯を変えてきてみようかな。一回虫の冷凍見よう。あ、虫相撲やんのかい。へへ、わやにしてやるぜ。私もやるよ。今はまだな。ちょっとそのカブトムシと冷凍が近いやつ。お前まだどうだ。 4.4 全然ダメ。あ、ここにしちゃった。まだあれに乗っけてないから。こいつが
15.8 匹。これってダメだったんだっけか。5.7。カラフトキリギリス。6.6。これもダメだったんだよね。15.5 だもんね。ブラクロもちょっと足りない。ルリボシだってそんな大将ないもんね。やはり何かすごいのを狙うしかないな。OK。今日はもうとことんそれを探す回にしよう。だってもう一応一通りのやるんだけど、じゃあとりあえずめぐみのお姉さんに会いに行っとこう。とりあえずそれ。今時間は？まだお昼だもんね。めぐみお姉さんに会って戻ってきたら大体いい感じに夕方くらいになってるんじゃないでしょうか。よし。よし。じゃあ先に。暑いな。でしょうね。胸とか膝の裏側とか汗もだらけだ。あららら。夏に火を使ってるんだからしょうがないよ。この仕事とにかく暑いだろ。暑い時にそんな話しないでください。内地でガラス吹いてたら室温が60度超えるからね。灼熱だ。川に落ちたのかと思われるほど汗をかくのがこの仕事なんだ。でその後本当に川にダイブだろ。内地でガラスやってる人はもっと暑いんだろうな。まあでもなんか最近はね、こうなんていうんだろう、異常気象つうかさ、なんかどこにいてもなんかすごい温度ですよね。自分がいる秋田ですらこの間36とか8とか。今日はどんな用事だべさ。トラックに乗っけてもらって、小学校前。じゃあ牧場の向こうまで一緒に行くべ。今日とにかくあそこを往復して、すごい蝶々を探す。おじちゃん現れるまで。ありがとうおじさん。なんもさ。あの今日の僕夏の内容は薄いぞー。お、夕方だ、ちょうどいい。お前は匂いつかないの？つかないね。こういうさ、夕方になってからさ、こういうとこになんかこう蜜通帳とか見るくらいだからさ、ダメ。きっとここを往復してれば何か出ると思うんだよな。入室ついた。入幕。赤しじみ。多分これは大したことないな。入つかない。入つかない。だよな。違うんだよな。坂八丁のキングサイズ。せっかくだからいただいておく。この日になんかいる。
大緑シジミ。お前は紅ヒカゲ。紅ヒカゲ、これの冷凍はどうだろう。星マークついたけど、どうかな。53ミリ紅ヒカゲ、これちょっと落ちちゃうんじゃないかな。ここでやったら落ちちゃうんじゃないかな。虫なんかすげえ増えた。どうせこれあれでしょ、小紫でしょ。視界に入る虫、片っ端捕まえてみる。マップ切り替えでね、虫入れ替わったりしてるから、なんかでかいのがいる。なんかでかいの。おめえじゃねえよ。なんか坂八町っぽいな。ごまだら町。ごまだら町。なんかすごいぞ。なんかすごそうだぞ。ちょっと待って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 。おじちゃんまた来んな。ごまだら町ってレアじゃねえか。まあまあ他にもレアで手に入ってたけどさ。虫相撲厄介。駒だら町。ふっ、俺様に勝とうなんて2万5000年早えぜ。私もやるよ。惜しいな、 23.3。マジか、これでもダメか。紅ヒカゲ、あー惜しい。ちくしょう、サイズか、サイズの問題か。いやー、いやでもやっぱ原生林いいな。原生林だな。ちょこちょこと来てここをチェックする。ここにちょっとへばりついてることもあるんだよね多分ね。蜜数蝶とかもいるくらいだし。ダメ、きっとここだ。きっとここのポイントがすごいんだ。日落とし町。絶対に何かすごいのが出る。往復往復。多分そろそろおじちゃん来ちゃうかな。次か、次くらいで来るか。ダメか。ごまだら町よ。60ミリ、60ミリ、
60ミリ。あ、さっきの68ミリでダメだったんだもんな。でもこいつの大きいサイズが狙えたら、あれ、ここおじちゃん出ねえおじちゃん出ねえって言い方おかしいけどさ、お、ここ往復してる分にはおじちゃん来ねえのか。何かいるかな。おめえはいいんだよ。まさかのいい探索ポイント見つけてしまった。粘ってもダメかなこれ。きっとここなんだよ。ここできっとゴマダラチョウのでかいのも出てくる気がする。65ミリ、まだだ、まだ上が出るはずだ。57ミリ、どんどんちっちゃくなってるぞ。63ミリ、でもめちゃくちゃ出るな。レアめっちゃ出るな。もういいか、とりあえずは次回これを渡してみよう。今日はとにかく内容の薄い一日でございます。ミドルちゃんとデートしちゃったってぐらいかな。じゃあいただきます。いいね、カレー、カレーライスいいな。昨日食ったけど。ごちそうさ、よし。あ、そう、なんか大神さんの息子さんが来てるんだ。今日会いに行ってなかったな。多分まだ下の階にみんないると思うので、よし、このタイミングで着替えようか。ちょっと着替え忘れてた。風呂入ったら着替えればいいんだ。バトラーセブン。よし。なんで春美さんは顔が変わってね。また怒られちゃったってか。じゃあ今日は本当に何もすることがないんだが、終わりにしようかな。今日の晩ご飯はピリッと元気。男爵芋がゴロゴロ入ったカレーライスにフルーツヨーグルトとプチッと弾ける枝豆をつけてみました。いいね、僕くん大正解でした。あれあれ、みどりちゃん今何時だ。みどりちゃんがいない。あれ、どこ行った。
あ、いた。何？ねえ、何をしてるの？この子とお話ししてたんだ。虫だよ。そうよ。この子男の子だし、もうすぐいなくなっちゃうんだ。ああ。僕も男の子だけど。肉にされちゃうの？お前も男の子なのか。男は大変だよな。動物はもう家畜はもうシャレなんねえぞ。お前も。なるほど、今日からしばらくこういうイベントが出るのか。オッケー。今日はこのまま寝ちゃいましょう。せっかくだから昆虫採集セットでいろいろ見ておこう。まず林の馬をさりげなく捕まえたやつ。名前の通り林の下草っていうのかなに住んでいる。鳴いている時に近づくと泣き止んじゃうのが不思議だな。へえ、隠れちゃうんだ。めちゃめちゃ多いな。銀一文字セリ。名前の由来は銀一文字。よく見りゃ羽に線がある。前後の羽をぴったり揃えてなかなかお行儀いい子だね。はい。でめちゃめちゃ捕まえました、ゴマダラチョウ。他の虫の公開に使おうかな。白黒模様が綺麗だけど目の色だけはオレンジなんだ。なんだかメガネをかけた宇宙人みたいだね。うん。このでかいのはこのままカゴに入れといて交換に使えないかで確認しよう。多分ね、ビッグサイズとかそういうのじゃないとダメな気がするんだよな。ヒヨウドシチョウ。ヒヨウドシはふんどしとは違うけど、おどしというほど怖くはないよ。知らねえよ。大人の姿になってから冬を越すんだ。寒くない？へえ。エゾツユムシ。名前にエゾとついているのに、北海道から九州まで住んでいる。最初に発見されたのが北海道だったのかな？ああ、そうかもしれないね。他の地方にこう、どういう理由でか。渡ってしまったみたいな。トラフシジミ。綺麗な青い羽の蝶。羽を閉じるとしましまなんだ。後ろについている小さな突起がちょっと可愛い感じだね。へえ。じゃあもうしばらくはあれだよ。日課やりながら綺麗な蝶々探し。緑の羽を開いてみせる。オスの行動は縄張り争い。みんなもっと仲良くすればいいのにね。と、ちょっと思ったよ。平和が一番。ベニヒカゲ。これもきっとね、大きいサイズだったらもっとレート高いんだと思う。ヒカゲなんて名前だけど、やっぱり日向が好きなんだ。ベニというのはベニと書き、オレンジ色の門を指す。ゴマダラ超でっか。もっとでかいのがいるはずだ。これでちっちゃいサイズだもんね。アカシジミ。昼間はこっそり木の葉に隠れ、朝や夕方飛び回る。赤というより木の葉の色かな。夕日の色にも見えるかもね。なるほど。さあ、虫集めが楽しくなってまいりました。絶対あのカブトムシを入手してみせるぞ。ということで、日記。みどりちゃんと山の中を探検。時々怖いところがあってドキドキしながら歩いたよ。ちょっとデートっぽい。はい、というわけで僕の夏休み3実況プレイの8月15日。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれなー。